はい、ガルモスリー続きからです。久々夜に撮れてますということで、夜なのであそこに行きたいんだよね。あの夜動画撮った際には行こうと思ってたアジアン小道に、まあ、服がね和風じゃないんだね。なんか音符出てる。何音符で、先シティ行こうか。なんか音符出てる。なんだ私前回なんか、もっとかな。ん？パレードが通ったんですよ。え？あー、これメイクセットにできるやつが。へぇ。あ、そういうこと？あ、それだけ？なーに。なんか、ねえ、あって、あの、ちょっとろ。あのかぼちゃのやつがなんかすごいちょっと色味悪いわねあれ。アジアン小道、はい、行きたかったんだよ夜のアジアン小道。久しぶりに来る。あ、いいね夜。いいね夜。いいよ。あ、すごい。え、めっちゃ良くない？この写真。まあ、色はないんだろうけどさ。まあ、え、すごい。夜いいね、やっぱね。あ、ゆうたちゃんの着ね、服がね、地味に変わってる。そういえば。帰りましょう。まあね、だからもう秋も現実だとそろそろ秋もね終わりよね。まあでも私の中でやっと秋かなぐらい。早く冬来てほしいからな。そういえば、私、なんか、頼まれた服作るやつ、私、無視してる気がするんだよな。え？欲しいの？やばい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 。これ買ってくれる人いる？あ、でも髪型的にいけそう。あれ？てか待って。まんまじゃねえかよ、髪型。まんま、そうか、ミカだったか、あの髪型。シンプル？シンプル？うわーうわーこれ買ってくれるもんやな意外と。めっちゃお金ありがとう。こちらこそありがとう本当に。そんなね、なんか私が言うのもなんだけどありえないなと思ってるやつを買ってくれて。次はちゃんとしたコーディネートしましょう。そろそろ、ちょっとなんか、スポーティーとか、あ、でもスポーティーないね、在庫が。ロリータ。ロリータ、プレッピー、プレッピー行く？アイテムあるかな、プレッピー。あ、かわいい。ジャケット普通にかわいい。プレッピー割とね、そこ、パンツスタイルが可愛いのよね。やばい、OL コーデだ、OL コーデ。私お得意の OL コーデになっちゃう、これは。ありかもね。うわぁ、微妙。長さが足りんな。やばくない？プレッピー全然アイテム持ってないね、私。もっと買わなきゃ。でもなんか、そう、買うのもさ、意外と大変よね、今ね。お金ないから。あ、いいんじゃない？いい感じ。はい。うん、これ売れるんじゃない？で、
違うのよ、ここじゃないのよね。待って、キラキラいる。ローラどうした？ちょっと待って、お店のことじゃない。ね、2階。あー、やっぱり6日経っちゃったんだ。申し訳ないな。なんかハートのね、あれを使ってみたいな。はい、こんばんは。どれ？トリックアトリート？もうそろそろ季節柄ね。そう、これね、一旦借りてた人たちからお金はせしめまくったのね。そしたらなんか、この猫いる部屋借りる人ね、お金全然くれないのよ。それがないよね。もっとお金をくれっていう。猫売って。猫じゃない、犬。え、また売ってないねえ、もう。売ってよ。じゃあいいです。マジか。自分の店やろっか。音符出てる子めっちゃいるもんね。恋愛運アップのイベント、ほんほんほん。私もあげたい、恋愛運。大人の女性っぽい。大人の女性？ 4 万5000円で大人の女性？ちょっとハードルが高くない？だからフェミニンってことよね。4万5000円はきついよね。あ、すごいこれ。この柄なかなかよ。大人っぽいのか、しかもこれは。待って、アリじゃない？こっち高いね。もうこっちのが似合いそう。すぐ値段超えちゃう、こんなの。うわ、アリ。下がダメっぽいけどな。あ、こっちの方がいいね。これで、あ、おお、これいらないね。まあ高い。今の見た？ちょっと7万って。こんなもんかな。どう？やっぱ彼女ちょっとなんか大人っぽくって言っても、やっぱりなんかその本質的にはまだちょっとブリっちゃうのよみたいな。こんなことってあるのね。私も思ったわ、そのなんかスカートの柄、色。うわあ、なんだろう、履き違えたキャリアウーマンだよね。あ、100万いった、すごい。いい感じ。え、それ私も行きたいんだけど。めっちゃキラキラ。先にこの子やっとこうか。あ、そう、金の岬のイベント、それ行きたいのよ。うん。彼女、今の服の方がいいと思うけどな。9万円ね。この子でもなんか地味めな色合いよね、割と。こういうことじゃない？こう普通でいいんじゃない？なんかそんな気張ってない服の方が。あ、待って、かわいい。待って、かわいいよね。ガラガラしてるわけでもないし、ありだなってなると、ってなるとよ、足をさ、あ、いいじゃん。ちょっと待って、いいじゃんこれ。これで、あ、さっきの子に黒売らなきゃよかった、最悪。あんまこの辺活かせないよな、これぐらいで。はい、どうぞ。
あり、落ち着いててあり、さっきの子より全然あり。うらら。チェック好きらしいわよ。はーい。いいね。あ、行く行く。ちょっとそう行きたかったの。これ二人やれば行けるとかそういうことなのかな。待って、家借りたい人がいる。おいち信長のあれなの。うん。あ、ピンクの部屋行くのしかも。いいけど、すごいわね、なんか。名前、古風ね。あ、ミワ、どうした？しずえの部屋行きたいの。あそこオフィスかな。全然オフィス感はないけど。うん、いいんじゃない。めっちゃローラいる。絶対違うよね。不思議なコーデって私後ろの服に言ったからね、今。はい。駅。ここよな。何があるんだろう。しかも夜にね。うん。待って、終わったの、イベント。ああ。そうね。マジか。なんだろうな、なんとも言えんな。後ろの子の方が可愛いと思うわ、やっぱり。その服とか抜きにしてもね。お、誰？レイジ。何があるか知らない。漁師なんだ。漁師っぽくない。てかめっちゃ男いるね。あ、レイジだったわ。何よ、レイジったら。あそこにも色あるってこと？なるほどね。なるほど、なるほど。今日はそんなに暑くなかったわよ。はい。帰るよ。だって待ってるからローラが。なんかあんまり大したイベントではなかったわね。ローラは何なんだろう。何なんだろうってのも違うけど。あれ、いなくなっちゃったローラ。あ、でも2回ちょっととりあえず写真撮ろう。はい。あ、てかなんかドレスとか作ろうか。ちょっと聞きに行こうか。あとあれだ、チケットをさ、さばくためにさ、まずこっち行って、次のテーマ決めてないのよ。お絵描きか、エレガント。自由で行きたい感もあるけどな。かっこいいコーデ。かっこいいコーデ。これでいくか。よし。結局なんか得意なのにしちゃいがちよね。申し訳ない。あ、てかすでにチケットって売れてんのかな。はい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 。結構な枚数がないとダメね。はい。まあ、そのうち頑張ります。問題ここよ。ごめんな、ちょっとごめんね、前回のやつ完全に無視して。ごめん、本当に。頑張る、頑張る。やるよ。確かハートを使いなさい、みたいな。ほら。マジ申し訳ないよね、前回。
前回受けてんのにね、彼女多分イライラしてるわよ。表に出さないだけど、大人よね。大人よ、もう。愛のウェディングドレス。待って、何がいいって言ってた？プリンセスがいいって言ってた？確か。そうよな。確かプリンセスで、かつハートで、白が貴重で、おお、おお、ね、完全に私の趣味作れ、作っていい？完全に私の趣味よな、黒ばっかで。うわー、怖っ。でも前回のより可愛くない？でもゆうたちゃんに頼んだがゆえのことですよ、これは。はい、どう？ダメ？やっぱ白が貴重だ言われたのにこんなに黒入れちゃって、てめえこの野郎ってなる？大丈夫？うん。ああ、20万ありがとう。こんな簡単に20万もらっていいの？フリーデザインって何？ああ、なるほど。作れるんだ。へえ。あ、改装。改装じゃない？結構可愛いと思うのよな。なんだろう、なんとも言えないこの感じ。赤縁メガネがあれよな、マネキンだと可愛かったんだけど、この子が着ると別に普通なアイテムになってしまうわね。あ、ありがとう。はい、じゃあ次どうする？あ、わかった、これだ。これを売るしかない。ちょっと待って。ってことは、ヘルガだから、イメージをセレブにして。ただ、これでうろうろしてる人やばいとは思うけどね。どうしたって感じはするよね。見えないんだったら何でもいいよね。あ、似合う。この黒が初めて似合う服を見つけた。あ、待って、なんかいいじゃん。これ、なんかいいよね。かわいい。はい。ポーズさ、なんかない？これが普通だな。これでいこう。買うかな、これ。まあ、だって普通の服買いに来たのにさ、それ買うかな。私なら買わないけど、バラ園で新作、うん。私なんか前もあったよね。でも結局行ってないみたいな。え、女の子っぽい子で？ガーリーってことよね。ガーリー。ガーリーもね、そろそろネタ切れなのよ。あ、でも待って、バラ園って言ってたからこれにしよう。2個あるしね、在庫なぜか。これ初期アイテムなんじゃないの、在庫2個ってことは。うわあ、まあでもちょっと寒いからパーカー羽織りましたみたいな感じでお願いします。バラへ行くんでしょ。どれも似合わないね。似合わんな。
あ、でも待って、でも意外とポニテしてるから意外といけるかもよ。はい、意外とにかけてみる。ああ、まあなくてもよかったよね。てかそこのね、あの着替え終わった後の演出、私まださスポーティーとか見てないよね。そうそう、見たいんだよね。ちょっとスポーティー系女子来てほしいんだけど、全然来ないけどね。紅茶のイベント私も行きたいんだけどな。あ、この人多分やればいけるんだろうな。あ、おお。ロリータがいいの？目立ちそうって言ったよね。一回やってみる。ロリータ言うほどないのよな、在庫がな。おおおおってなるよね。あーでもな、だったら、何これ微妙これかな。ロリータって難しいよな、結局なんかどれがいいのかわからない。まで6万超える超える。カバンなしだわ。あ、ぶつけたいな、チョコなし。あ、400円なら多分許してくれるはず。はい、可愛いけど彼女に似合うかわからんよね。あ、待って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 、これもうあれ、私がちゃんと文章をね読まなかったからいけないのよ。ロリータは嫌だって言ったの？そうやって動画編集するときに見直す。え？店長さんのドレス？え？え？え？あ、ドレスだけ買うの？え？ちょっと待ってよ、本当に？あらあら、あらあら、いいのこれ、これいいの本当に。後からのクレームは受け付かないわよ。ガチで買っていくんだ。ファッションショーそれで来るの？ちょっと、そのまま帰るの？それウェディングドレスだよ。マジか、ここもいるぞ。これ違うね、買わないね。はい、ありえないポップコーデがお似合いよ。じゃあここやる？どうしたここ。おー、はいはい、まあ、気分転換って言ってるけどいつも通りのクールなんだろうなとは思う。ってなると4万5千円っていう縛りがまたさ、あれよね。あ、これいいんじゃない。あ、待って、これなんかかわいい。これで、あ、待って、これかわいくない。え、待って、季節がさ、10月だから、あんまりちょっとこう、出しすぎも良くないと思うのよね。そろそろ自分のアイテム売りたい感もあるな。あー無難すぎる。ちょっと待って、これがいいんだよ。これを着せたいってなったら、嘘やん。袖長い服もうちょい買っとけばよかった。
これだとさ、一人だけ季節を先取りしすぎなのよな。これでもありよ。私のやつでいい？このアニマルのやつでいい？これ着てる子いないんだよね、まだね。寒いのか暑いのかってね。で、意外といける。ここはな、頭つけてもなーっていう。やばい、ダサい。終わってから思うけど、ダサもうその私のデザインがね、ダサいのよ。わ、ダサい、ちょっと待って。めっちゃダサいじゃん。なんかおばさんみたい。ごめん。もう一回来て。クレームは受け付けるわ。てか140万。行くの？だって前回行ったけど何の実りもなかったわよ。二人組とかいるわよ。ではじゃあシティへ行って終わりましょうか、今回は。あ、メイクとかやってないね。まあ、いいですよ。夜のアジアンコミティ行けたんでね、今回は。遅いじゃない、じゃないのよ。やばい、この間と同じこと言ってる。エステサロンか。ちょっと撮らない。フォトの容量がそろそろなのよね。この間ね、いらないのは削除したんだけど、全然。ね、ありがとう。普通。前回可愛いのくれたのにね。今回は普通だわ。はーい。ということで、今回はこれで終わりましょう。ガルモ3はね、もうちょっと今後はのんびりな感じでやっていこうかと思うんでね。季節感楽しみつつ、ゆっくりとやっていく感じで。はい、じゃあ今回これで終わりたいと思います。バイバイ。